デスエンジェルは、アメリカ合衆国出身のスラッシュメタルバインド。サンフランシスコ産のスラッシュメタル、ベエリアスラッシュを代表するバンドの一つ。当初はアグレッシブなスタイルであったが、その後ファンクの要素やバラードを取り入れたスタイルで、開花した。1986年に、メタリカのカーク・ハメットのプロデュースにより制作されたデモテープ、キル・アズ・ワンが、 アンダーグラウンドシーンで評判を呼び、1987年にエニグマレコードと契約を結んでリリースしたファーストアルバムザウルトラバイオレンスでデビューを飾った。この時メンバーの平均年齢は17歳で、ドラム担当のギャレオンはわずか14歳であった。その後、スラッシュメタルにファンクの要素を取り入れて唯一無二のオリジナリティを獲得し順調に活動。を。 していくが、1990年に起きたツアーバスの事故で、ギャレオンが頭部に重傷を負う。事故処理の対応も含め、マネジメントとの関係が悪化し、バンドは活動停止状態に陥る。ギャレオンの怪我が感知し、バンドに復帰するが、オゼグエダはバンドを脱退。他のメンバーは新たに1993年から、ジオーガニゼーション。ありがとうございます。